メディアを再生する万越東線の列車と、毎目駅、2017年万越東線は、福島県いわき市のいわき駅から、郡山市の郡山駅までを結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。ゆうゆうあぶくまラインの愛称が付けられている。また、福島県内のみで完結する唯一の JR 線でもある。いわき駅構内を含む常磐線との並走区間が、三都車。 赤井駅郡山駅間が仙台支社の管轄であり、岩木駅赤井駅間に支社協会がある。阿武熊高地を越えて浜通りの平と中通りの郡山を結ぶ平群線として計画され、平側の平群東線、郡山側の平群再線が1914年から翌年にかけて開業。1917年の全通と同時に、 万越当線と解消した。福島県内最大の人口を有する岩木市と、同県最大の経済規模を有する郡山市をつなぐ路線である。全列車が普通列車で、2から4両編成で運行されており、2両編成の一部列車でワンマン運転が行われている。他路線との直通運転は行われていない。郡山側に輸送需要が大きく偏っており、小野新町駅を境に、 いわき川と、郡山川で極端に輸送密度に差がある。小野新町駅郡山駅間の区間列車は、おおむね1時間に1本程度の運行があるが、一部時間帯では100分、前後の運行間隔となる場合がある。一方、いわき駅小野新町駅間は4の5時間ほど、運行されない、時間帯があり、いわき駅発着の最終列車も19時台と早い。ローカル線ではあるが、 比較的選定は良く、普通列車の表低速度は、幹線と同等である。昭和時代の最盛期には、急行、普通合わせて10往復近い全線投資列車が設定されたが、1985年のダイヤ改正により全線投資列車は6往復に減便され、現在では、沿線地域の通学、通勤など、生活需要を中心に担うローカル線となっている。 1995年に、ワンエーツ自動車道が沿線に並行するように開通し、高速バスが営業を始めたこともあり、長距離客の多くは高速バスにシフトした。ただし、小川号駅小野新町駅間の峠を越えて、全線を通しで運転する列車は、国鉄時代より設定本数が少なく、小野新町伊東の運行本数は上下各6本と非常に少ない。 2001年より、三春町の滝桜への観光客輸送のため、4月の週末に、三春駅郡山駅間で、臨時列車、三春滝桜号が運行されている。このほか、道路線は、JR 東日本の車両研修を行っている、工場の郡山総合車両センターが、隣接しているため、郡山総合車両センターに入場した各地の、 所属の機動車が試運転を行うこともある。1970年代から1980年代頃には、東北本線経由で、上野駅直通の臨時列車が運転されていた。1982年11月14日までは、急行、岩木という優等列車が当線経由で、上磐線水戸駅東北本線福島駅、仙台駅間に設定されていた。また、 2009年のダイヤ改正までは、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆期間中や三連休の日を中心に、快速、阿武まが2両編成でを往復設定されていた。万越当線で使用される、キハ110系機動車2019年度の時点で、JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は、岩木駅、小野新町駅、神又駅,駅、菅谷駅、 船引き駅、三春駅、郡山駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため、集計対象から外されている。各年度の平均通過人員は以下の通り。ありがとうございます。